おはみー、みきでーす。はい、今回の動画はこちら。はい、上から、はい、今見ている状態なんやけれども、はい、ウィップさん、はい、イベントにお邪魔しております。イエーイ。あのメディアスペースみたいなのもあったりして、ウィキチャンネルの撮影させてもらえる時間も、もらえるということで、はい、早速主催の宮園さんに登場してもらいたいと思います。どうぞ。こんにちは。おまして宮園です。お願いします。ウィキチャンネルの挨拶ってわかりますか？あ、ちょっとあんまり見てるけど。あ、本当ですか？あよろしくお願いします。自分がカメラとかドリフトやってて、はい、主にスポーツがメインで、はい、まあコミュニティとか作ってたんですけど、はい、まあ、カメラやるようになって、まあ、いろんなジャンル、旧車からスポーツカー、はい、まあ、ユーロスタンス系までちょっとまあ知り合いをつなげたい。で、まあ、カメラマンさんとのつながりも作りたいとか、はい、で九州でいろんなコミュニティを作ってまた広げられたらなっていうのが主なコンセプトです。九州を盛り上げたいですね。はい、そうですちょっと圧倒されておりますが、すいません、私勢いがすごすぎて、はい何かこういうイベントにしたいなみたいな、今からイベント始まると思うんですけど、はい、なんか意気込みとかあったら動画でお願いします。はい、ですね、今日はもうかなり、もうかなりかっこいい車集まっていただいてますんで、うん、もうじゃん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 盛り上げてもらって、ウィキチャンネルさんでも取り上げてもらうと思うんですけど、いろんな車ですね見ていただいて、またこんな車も九州にいるんだっていうのを知ってもらえて、うん、また九州でまた自分がイベント開催できたらやりたいと思いますので、その次もまた皆さん参加でいただけたら助かります。よろしくお願いします。はい、お願いします。ウィキチャンネル呼んでもらえて嬉しいんで、撮影ゴリゴリ頑張っていきたいと思います。ウィキチャンネル、それでは、はい、ウィキチャンネル1台目の撮影でございます。はい、こちらですね、あ、A86 になるんですか？はい、でもちょっとなんかいろいろ外とか見たら、カローラとか回答し情報量が多いよ、あららら。はい、ということで紹介させてもらいます。オーナーさんは勝美さんです。おはみー、よろしくお願いします。はい、ウィキチャンネルちなみに見たことはありますか？見たことあるよ。 ありがとうございます。なんか外装とかバンパーとかちょっと長くないですか？いや、そうですね、北米仕様のカローラ GTS。 じゃあ海外やったら車種がカローラになるんですか？そうですね。これはスプリンターっていうのはないんですけど、はい、こっちでそれをつけてます。フロントのバンパーマーク、あ、ここですね、はい、はい、これがあっちのカローラ GTS の前期モデル。前期と後期やったらやっぱ違うんですか？はい、ちょっとグリル周りとかも違うし、バンパー自体も分割タイプ。分割タイプ、どうなってるんですか？その出っ張りの部分と、はい、横のそのこの字型、ここ、はい、はい、その横ですね、はい、と、はい、真ん中の下の部分で、はい、3分割、分かれてるんですか？ちなみに、はい、ウィキが大好きなリトラのお車でございます。リトラってこうボタンがあったりするんですか？ライトと連動とかダイヤル式みたいな。ダイヤル式、ちょっとダイヤル式のちょっと見せてもらってもいいですか？あ、本当、あ、ボタンじゃないんですね。回してみていいですか？あ、ありがとうございます。行きます。おう、リトラ、かわいいで、オフ、ああ、ちょっとラグがあってね、はい、なんか嬉しい。ロードスターやったらポチって押したらリトラが開閉するだけやけど、トレノはこうなんかカチカチってね、さっきみたいな感じでダイヤルで、はい、リトラが開閉しちゃいます。
ちょっとさっき移動するときにベキさん音がめっちゃいいなって思ったんですけど、実はエンジンルームの中もやっちゃったり、ちょっとオープンしてもらってもいいでしょうか。ふかしたくなっちゃいますね。抑えてます。サイドに回ってきました。じゃじゃーん、はい、これサイドのこのステッカーって最初からですか？これは、はい、あっちの北米のカローラ GTS のステッカーを、新品とかではないんで依頼して作ってもらいました。国内のやつだったらステッカーとかついてないですよね？ですね。ねえ、じゃあ北米になったらついちゃうんですね、はい、いいですね。このね、またこのステッカーがついてるのがまたまたええですね。そしてはい、こちらやっぱサンルーフはいいぞですか？あんまり正直いらないです。まさかのトヨさんいらんてよ。これ何ですか？これ、ルーバーって、はい、まあ、これは外国純正とかじゃないですけど、はい、まあ、日よけみたいな、日よけみたいな、なんかあれみたいですね、こうカーテンの。そんな感じのやつが、これも北米のやつ？いや、これはこれも確かヤフオクで、この車種設計のやつが売られてたんで、車種専用みたいな、この車種の設計とかなったらやっぱポチりたくなっちゃいますね。はい、それでは勝美さんの愛車トレノを撮影させてもらいました。ありがとうございます。エンジンとか、あとね、ワンオフのマフラーのサウンドも、でそして外装もね、美式マナートレノでした。ありがとうございます。かっこいい。いいですね。ビビッと。ということで、はい、タバコとはまた違うんですか？そうですね、はい、タバコの葉っぱは一切使ってなくて、はい、ニコチンとかタールとかが入ってない液体を蒸気に変えるものです。あ、なるほど。吸い方とかコツがあるみたいなのを聞いたことあります。うん、そうですね、ちょっとタバコとは違う吸い方をする場合もありますけども、はい、まあ、そんな難しい吸い方ではないので。煙がいっぱい出るやつですか？そうですね。あ、はい、映えないやつですね。はい、はい、どういった商品があるんですか？そうですね、まあ、こういう本体はちっちゃい安いものから、はい、ちょっと煙がいっぱい出るものまでいっぱいありますし、はい、フレーバーも、まあ、今ここは一部ですけど、はい、まあ、お店には100から200種類ぐらいのフレーバーがあります。あ、な
んかここに立っとってもなんかすでにちょっと甘い匂いがしてきたりしてますね。うんうんうん、そうですね、はい、はい、あのタバコ味だけじゃなくてフルーツの味とか、うんうん、まあスイーツデザートの味なんかもいっぱいあります。はい、はい、あスイーツつながりで、あウィキが大好きなコーヒーまんじゅうがここにありますね美味しいですよ皆さんはい、ウィキチャンネルなんか見たことあるって聞きました、はい、ありがとうございます。はい、よかったらね、あのこの動画もアップされるので、はい、ぜひ楽しみにしていてください。ベイプラインといいます。広島と山口岩国市、そして長崎県の佐世保市、3店舗。おお3店舗、はい、おぜひお近くの方は来てください、はい、お願いします。ディーフレンズさんのお車のところにやってまいりました。じゃじゃーん、広島さんです。はい、どうも、広島です。どうも、オレンジ号のイメージが強いけど今回はこっちで。そうですね、はい、今まではオレンジでドリドレとかイベントで出たんですけど、はい、今回はちょっと本気で走りたいんで、おワンビアを作りました。はい、ワンビアですね、はいはい、車高もなんかめっちゃ低いですね。そうですね、うん、もう車庫タンのイメージがついたんで、ちょっと本気でも車庫タンで走ろうかな。あ、ええー、ですね、うん、見た目もかっこいいしガチで走れるようにみたいな。わー、うん、S ヘリで、うん、あこれはそうなんですよ、はい、これが S ヘリで、はい、ドリフトのアワードをもらったんですよ。すごい、はい、はい、ちゃんと4人しか選ばれないのに選ばれた、うん、ドリフトの全国大会みたいな感じですか。いや、 SR エンジンが乗ってる車と乗ってた車しか参加できない。あ、いやー、あ面白いですね、エンジン縛り、うん、その向こうの選考じゃないと出れない大会の賞をもらった、はい、わー、この時のトロフィーですね。あー、なるほど、はい、エンジンルームの中とかなんかやってるんですか。もうかなりやってると思います。ちょっと開けてもらうこととかいいですか。はい、めっちゃ楽しみなんやけど。おお、めっちゃ大きくないですかこれ。なんかこれタービンですか。タービンです。めっちゃ大きいですね。まあ大きく見えますけど、まあまあまあ、はい、まあ、適正なサイズみたいな。あ、そうなんですね、うん、なんか開けてもかっこいいし閉じててもかっこいいし。そうですね、まあ、俗に言うそのドリドレみたいな要素で、はい、もう車もかっこよく低くちゃんと走れますよっていうのが狙いなんですよ、ね。はい、あ、すごい、なんかトヨさん見ていっぱいついとここに1、2、3。そう、これがもう多分今してる人はいないと思うんですけど、はい、V マウントといって、はい、クリップの世界で流行った仕様なんですよ。要は直線的に走るときに風を上と下に分けてやって、はい、効率を上げてやろう。へえ、そういうやり方があるんですね、うん。すごいね、これちょっとグーが入りそうですね。入れたら指がなくなります、うん、怖い。近いイベントでどこか走る予定あるんですか、このワンビアは。それはないんですけど、ワンエイティの方が4日の日にドリドレの本戦があるんで、はい、3日の朝に出ます。あ、じゃあもうすぐじゃないですか。わ、明日準備して設置さえ積んで3時間くらい寝てから行く。動画間に合うかな。こっちのイメージが強いですもんね。そう、ボンネットが、ボンネットなしで走ってるイメージが、そうそうそう、めっちゃかっこいいですよね、オレンジ号ね。わ、今月ってことはじゃあみんなゲットできちゃいますね。はい、まだ間に合いますんで買ってください、はい、あ、愛ちゃんじゃないですか。私、そうですよ、愛ちゃんと唯一仲がいいんで。あ、唯一唯一有力情報をいただきました僕の峠で横に乗る乗る言って乗らない人です。ちょっと動画見てるかもしれないですよ。わ、がっつりですね。うん、がっつり乗せてもらいます。掲載おめでとうございます。どういった車がこうお客さんで多いんですか。やっぱりドリフトがメインですね。あ、ドリシャ的には、まあ、会社的にはもう中古車販売がメインなんですけど、はい、改造のこういう改造とかもやってます。おー、うん、SR 系がやっぱ多そうですね。そうですね、 SR が一番多いですね、はい、うん、やっぱ屋内イベントはいいですね、うん、なかなか普段置けることがないんで、うん、
ね、今昔ドームとかあってんだんで、そっちの方も出してたんですけど、ここ最近なかったんで非常にいいです、ね、そうですよね、そうコロナで集まり自体も少なかったし、はい、わやっとめっちゃカリカリにいじったガチガチ仕様のワンビア見ることができました。東島さんありがとうございました。